中村勲者は、戦前の髪型を代表する、お山の歌舞伎役者。縄文は丸に、剣編くえ、替えもは八重、裏梅。矢号は、新駒屋。本名は、桂栄太郎。明治八年生まれ。初代、中村元次郎に入門し、部屋ごとなる。明治十六年初舞台を踏み、中村聖太郎を名乗る。その後東京の二代目、市川佐団寺のもとで修行し、 大正三年、中村勲者に改名。先駆け者の名は、悲喜の富岡哲才がつけた。改名に際して、師匠岩次郎は、十分の名跡から、四代目、中村勘弱、または共に尊敬する先輩の名跡から、二代目、中村宗十郎を進めたが、独立心の強い聖太郎は、あえて台数のつかない、独自の名跡中村勲者を選んだと言われている。以後、 初代緩次郎一座のお山として活躍したが、常に立お山を三代目、中村梅玉に譲り、緩次郎を中にして梅玉が本妻先駆け者は、けのようだと言われた。しかしそこは、門抜外から出世した、努力の人で、エンの運造師だった梅玉とは常に張り合いながら、芸を磨いていった。昭和10年に、緩次郎が死去してからは、梅玉や二代目、 実家は炎尺と共に、関西歌舞伎界の長老として、活躍、連美客山と登り来たる、封印切れの梅川、御所桜堀川与内の大沢、菅原伝授手習い館、寺小屋の泥、竹部玄三、総長長ぐるは日記、引窓のおはや、金本中心蔵の石、塩屋方眼、平英門、夏祭りな庭館、鳥居前、三府内、泥場の儀平寺、三府、 伊勢温度小いね束の木助などが当たり役。芸の上では品格に欠ける嫌いはありも、お山の他たち役、吹け役、仇役、道家など幅広い役をこなすその万能ぶりは、際立っており、森綱陣屋の佐々木森綱を、篠の次郎と、初代吉右衛門の二つの方で演じ分けるなどかなりの、技量を持っていた。昭和20年3月14日から15日に、 かけての大阪大空襲による戦災で死去。南区、玉野屋の町の自宅防空壕内で孫を抱きしめて消失するという非合の死だった。後日、その後の前では、かつての公敵種の梅玉が泣きながらひざまずいて合唱していたという、折口忍は外区の戦死者という追悼文を読んだ。養子が二代目、中村聖太郎、その子が二代目、 中村太郎だが、二人ともすでにこの世になく、中村伊佐夫社の名跡は継ぐものがないままになっている。その結果、本人が望んだ通りの、台数がつかない名跡になっている。ありがとうございます。